晴らしいダンスでした。もう一度拍手。ああいう報われない感じ。でもそれでも頑張るんだよね。若さだよね。自分だって若いじゃない。にしてもさ、さっき明智くんの言ったこと。さてさて、次は毎年恒例、囚人生の主張。拍手。二人になれるとこ行かない？話したいことあるし。高野祭楽しんでからでいいから、後で生徒会室に来てよ。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。それじゃあ、そこの彼、団長までお願いします。早かったね。明智くんが言ってたじゃない、怪盗団の正体って。なんか困ったことになったら言ってね。今度は私が助けになるから。真面目な話してんのにこの子は。周りが何言ってもさ、私が味方ってのは変わらないから。君頼りがいがあるからいつも甘えちゃうんだけど、たまには甘えてきてもいいんだからね。ダメ、ここは学校でしょ。代わりってわけじゃないけど、これあげる。なんか照れるね。よかった。じゃあ仕事に戻るね。ああ、さっきの話、学校の外なら割といつでもいいから。気をつけて帰りなさいよ。